おい、早く来い。あれは雪が降った。あ、初雪だ。どうりで寒いはずだ。あ、ぐずぐずしてると女中が持ってくぞ。早くしろ、早くしろ。おはよう。相変わらずよくやるわね。今朝も私たちが待ってね。ダメやね。寒くないよ。あったかいよ。そう？引っ張ってくぞ。さあ、今日も一日仲良く笑って仕事に励みましょう。いただきます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 。お嬢さん、ご飯とか困りましたよ。もったいないって言いたいんでしょ。ごうどん、そんなにかけちゃもったいないじゃない。はい、あ、でございます。あ、お供でございますね。あ、友藩が100足、あ、この門七部が200足、都合300足でございますね。あ、前田ありがとうございます。おいおい、暮れも近いんだぜ、手が回るかい。暮れはどこでも何商売でも忙しいんです。うちばかりじゃありません。うん、それはそうだがな。だったら間に合わせましょう。さ、帳簿をお書き込み願います。男物だったね。あ、丸さんが300か。いや、丸さんが100、トの字が200。あ、そうかそうか。あ、コードン、頼まれてくださいよ。奥行って、コー1番も来てもらいたいんだが。はいはい。お嬢さん、お手習いですか。いいえ。じゃあお茶のお稽古ですか。ちょっと。ちょっとぐらいの声だったらもう今日はお家にいらしてお仕事なすっていかがです。まあまあじゃありませんよ。今日はもう午前中に一回りぶらついていらしたんだし、うち中でみんな忙しがってる最中です。このうちの一番お手本になる人はそんなこっちゃいけませんね。余計よそんなこと。お父さんのお羽織まだ縫いかけなんでしょ。羽織一枚に何日かかるんです。男のくせにつまんないことを覚えてるわね。あなたは女のくせに少し外出が過ぎますよ。いいわよ、行かなきゃいいんでしょ。お羽織縫えばいいんでしょ。どこも行かないわよ。そうそう、その調子。
どうしたんです？どうもしないわよ。どちらやったんですか？いや、どこにも行きませんよ。少し頭が痛いんだ。どの頭です？この頭だ。わしの頭は他にあるか。旦那さん、そんなことおっしゃって、また昼下げ講談を聞きにいらっしゃるんじゃないですか？うん。実はな、神田にお灸のいい先生がいるんだ。ダメですよ、ごまかそうったって。寄せいらっしゃるんだったら、夜分にいなさい。このお帳場は、いわばお城の本丸です。総大将が本丸を留守にしちゃいけませんね。大将だってくたびれるよ。そのためには、家老がいるんだ。な、お前は立派な家老だ。お仕事はかけて大したもんだ。ダメですよ、だったってな。あ、いいだろ。少しの間変わっててくれよ。じゃあどうぞ。その代わりどこにもいらっしゃっちゃいけませんよ。あなたは一番お手本になるんですか？ああ、よしよし、よかったよかった。何が？私はこの羽織は一生着られないのかと思ってたよ。ああ、ひどいわ。お父さんまでがそんなこと言って。お父さんまでがって誰かわしと同感の死がいたかね？コード、コージのやつ。ああ、あいつか。憎いったらやってしないわ。バントのくせにいちいち私に逆らうのよ。またか。お前たちは夜と触ると喧嘩だな。俺もあいつには借金されるときもあるんだ。理屈を言えばあいつの方が上だし、店の方だってあいつのおかげでうまくいってるんだし。どうだ、いっそのことお前あの野郎と夫婦になっちまえよ。とんでもない。嫌なこった。身震いがするわ。そうか、残念だな。婿にしてしまえばどこのうちもみんな同じで、どうせお前の尻に敷かれるに決まってるんだ。いやよ、そんなくだらない材料になるための結婚なんて。ごめんよ。そうかな、そんなもんかな。そりゃそうよ。結婚は目的や手段を超越したものなのよ。どうもお前も女学校なんか出て理屈がうるさい。工事のやつだってそうだ。なまじ高等商業を出してやってバカな目にあった。旦那様、お隣にご主人様がお見えでございますが。何、お隣って？あのモーターボート屋さんが。そうか。お通しいたしましょうか。ちょっとお待たせしとけ。同棲時代の話に決まってるんだ。まだやってんの？西川さんも相当しつこいのね。うん。お絹、ちょっと街灯出してくれ。裏の喫茶店で話をするから。まあまあ、その問題はもう少し飲ませていただけませんか。相変わらず具合がいいですね。やっぱり向こうのものは違いますな。あなたのもうしばらくもうしばらくもいい加減聞き飽きましたよ。しかし、そのことについてはいつも言う通り、私どもと地主とは特殊な関係なんですからね。いや、昔の関係はいざ知らず、現在同じ地主でですね、隣り合ってる借地人がそれも物の一軒もない路地を隔ててるだけで10倍も時代が違うなんてのはおかしいですよ。まさか10倍なんて。いや、お隠しになってもダメですよ。私はちゃんと調べたんですから。不合理ですよ、まったく。あなたの方は安すぎんですよ。だから僕の方が法外の時代を払わされてるんですよ。向井さんもおっしゃいましたよ。福屋さんが現代並みに払ってくれればお前の方はそれだけ負けてやると。だから二人でよく相談しろって言いましたよ。ねえ福屋さん、あなたを恨んでるのは私ばかりじゃありませんよ。他にも私と同じような借地人がおるんですよ。それだったらそういう連中が集まって地主に談判したらいいじゃありませんか。私どもと向井さんとは私の先代の時代からの約束なんですからね。そんな約束にはもうカビが生えてますよ。今店舗線で物は買えますか？関越通報で電車に乗れますか？それとこれとは違いますよ。あ、ライダー。まあ失礼ですがね、せきますからまたゆっくり相談しましょう。渡り際になりますね。あ、そうですか。しかし今後当分この話は続けますからね。そのつもりで。どうぞ。あ、いや、それは私が。いや、これは私なんだ。いけませんよ。私がお誘いしたんじゃありませんか。私が。まあまあまあ。
参られてます。やられ。ねえ、皆さん。この話は今後当分続けますからね。どうぞそのつもりで。どうぞ。ありがとうございます。では、ごめん。ごめん。ごめん。ありがとうございました。気が利かないな。なんでお金なんて受け取っとんのな。そんなこと言ってもらう仕方がありませんよ。じゃあ、この歌詞をね。今のはいくらだったい？2円でございます。2円？ケチなやつだな。じゃあ、3円ばかりな。包んで、西川さんのお店へ届けておいてくれ。ごちそうさまです。じゃあ、これを。電話かかりますよ。どうぞ。はいはい。お昼かい？あのね、高知にね、私が神田屋お給料を据えに行ったと、そう言っておいてくれ。今日のお給は誰？次郎長？え？大前田の英五郎？嫌なこと言いなさんな。もっと偉いんだよ。安倍文豪の神忠明だ。大久保彦左衛門も出てくるんだぞ。早く帰らないと高度に叱られるわよ。じゃあ行ってらっしゃい。大久保彦左衛門によろしくね。いくらある？40センチ。おい、何してんだ？早く借りたまえ。ねえ、おじさん、もう少し見せてくださいよ。いいでしょ？ダメダメ、これは売るもの。君に見せるために置いてあるんじゃないよ。ケチだな。君のお父さんの方がよっぽどケチだよ。そんなことありませんよ。嘘だと思ったらおじさん、うちの店、たび見にいらっしゃいよ。邪魔さえしなきゃ誰も文句言いませんよ。へりくつは言う子だね、君は。さあ、帰った帰った。さよなら。おい、どこ行く？村瀬君、ここは子供の遊び場所じゃないんだよ。君も君だ、おしゃれないでいい気になって遊んでる。そんなわけじゃありません。何しろすぐ隣の息子さんですし。福屋の息子だからなはいけないんだよ。はあ、しかしうちの君雄さんの同級生でもございますんで。うん、それでわしも思い切ったことができないで弱ってるんだよ。まったく奇妙なやつを外式のある中学入れちまったよ。まさか教育係の少年に喧嘩を仕掛けるわけにいかんしな。それに子供の同心は傷つけたくないしの。そうですよ、旦那様。こんにちは。先ほどだと、これ福屋の旦那からのお届け物でございます。何？福屋の狸会社だ。先ほどのお礼だそうでございます。そんなもの持ってきてもらっちゃ困るよ。早く返したまえ。そうは参りません。持ってきたまえ。いくらだ？は？いや。いや、いくらだ？3円でございます。では、確かにお届けいたしました。どうもありがとうございます。3円か。近づかない。君、食べたまえ。旦那様も召し上がんなさい。武田信玄は上杉謙信からもらった塩を舐めたそうですよ。気に入った。降参できたな。それでは潔く武田信玄春の舞台なのかな。愉快だね。設計通りできるんだからな。ええ、何でも設計が大事なんですよ。これ一つ作るんだって思考も大事、図画も大事、数学だって必要でしょ。うん、そうだね。ねえねえ、善ちゃん、これ白く塗った方がいいね。いや、ここはね、ここのところ青くしてね、今度から赤くすればいい。いや、これはね、黄色の方がいいよ。黄色ってね、上を黄色にしてね。違うよね。このところは白くしてね。違う、ね、このところは赤くしてね。違う、このところは赤くしてね。俺じゃない、俺じゃない、聞いてくれよ。竹だよ。俺じゃない、竹。いや、お稽古ですか。はお花はお付き合いが出て結構ですな。うちの安子も音楽なんかやめて生け花でもならないんですよ。安子様、ここしばらくご無沙汰申し上げてますけど、お元気でいらっしゃいます？はあ、いや、どうも元気すぎて弱ってますよ。毎日大きな声出して歌を歌ってます。もう山の手だからいいようなもんの、以前みたいにこの辺にいてあんな声を出そうもんなら、それこそはご近所から叱られますよ。まさか。
今日は一つお父さんを捕まえと思って出てきたんですが、どっかお出かけのようですな。そうですの。どちらへ？え？大変ですわね。朝からでございますの。まさか。ではよろしくお見張り願いますわ。いや、これはご挨拶ですな。おば様や安子様にどうぞよろしく。は。申し上げます。じゃあごめん。ごめん、遊ばせ。なんで？は？やろう、とうとう、ことしゃがお返ししてくるわ。いいや、懲らしめのためなら、将来返しとく。さよ、こんな寒い場に風邪でもひいたらどうすんの。風邪ひくようなそんな生優しい体じゃありませんよ。ねえ、コード、お嬢さんのおっしゃる通りだよ。今日やめようか。ダメだよ、たとえ10分でも毎日の習慣を破っちゃダメだ。さあ行こう。じゃあ勝手なさい、風邪ひいても知らないから。うわ、すげえな。村瀬君。はいよ、村瀬君行くよ。いや、お待ちだ。どうしたんだ。どうぞ。え？入って。どうぞ。どこ？だ、あいつ。どうしたんだ。はい、石っころ蹴っ飛ばしちゃったんです。だ、走る気で走らないからだ。知っても足が上がってないじゃないか。じゃあ俺たち先行こうか。うん、行こう。じゃあ先行ってやつ。え？おい、ダメか。寒くてしょうがないよ。いや、もう大丈夫だから、どうぞ先行って、はい、構いませんから。あいつ。あきし。あきし。大丈夫か、兄貴。ああ、大丈夫だ。兄貴、これ貸してやるよ。なんだ、帰るなんて言ったのか。こんなもん出てっからいけないんだ。さあ、元気出して。切っていこう。誰くしゃみしてんのは。言わないこっちゃな。はあ、いい気持ちだ。運動の後は格別だ。あら、大変な熱だがね。郷上もいい加減なさ。だから言わないこっちゃない。何ぐずぐずしてんの。早くお布団引いてちょうだいよ。いよいよ、俺がやるよ。あんたは黙ってりゃいいの。はい、アスピリン持ってきてね、熱いおさえと梅干したくさん持ってきてね。何ぼんやりしてんの、あんた。さあ、寝て寝て。お待ちどうさま。アスピリン飲ませて。はい。
さあ飲んで。あ、失敗。なんともないわよ。これで汗が出ますからね。あ、もっとたくさんお布団かけてちょうだいな。もういいよ。我慢するの。さあ急いで急いで。苦しい。ちょっと上乗って押さえてあげてちょうだいな。苦しい。苦しい。バチよ。だいたいあんたは強情っぱりよ。気をつけなさい。一気に。苦しい苦しい。もっと静かにしてあげなきゃダメじゃないの。おちょこちょいね。これですっかり汗を取ればすぐ治るわよ。これから私の言うこと聞かなきゃダメよ。バントのくせに逆らったりなんかしちゃいけないのよ。はい。いいよ返事。これからもそういうのよ。ね。これはどうしても地主のあんたから小表に値上げの申し渡しをしてくださなきゃ困りやすよ。服屋の10倍も私がお払いするなんてのは非論理的ですからな。ごもっともっと。しかしあんたの方の価格はあれは相場ですよ。いやさ、ただ相場だけじゃ通りませんよ。価格のバランスというものも考えてくださなくちゃ。ごもっともごもっとも。しかしどうもその服屋とは特殊関係でしたな。先代同士の約束だったもんで。ちょっと林田君。君。ライター、ライター。あ、これはどうもとんだ失礼しました。最近なくしましてな。どうもこの癖ってやつは恐ろしいもんですよ。ありがとうございました。で、そのただいまお話の先代同士の約束ですがな、それが果たして今も通るか通らんか問題ですな。ごもっともごもっとも。いや、ごもっともごもっともと思いでしたら何とかしてくださなくちゃ。あるいはこの服屋を抜きにしてですな、私どもの時代を下げてくださるかですよ。困りますね。いや困る。いや、とにかく服屋の主人を呼んで話してみましょう。そうですか。いやさすがに現代の紳士ですな。ありがとうございました。もう一点ライターどうぞ。つけて。どうすか。さすがに上様のご威勢、ああ広大なものだと見ていたが、思わず左を見れば三国一の養蜂は下湯に白く雪をいただく。左に見えるは阿波上総、沖の渡りに真帆片方。お果てうららかなお眺めじゃなあと、のんきな人があるもので命がけの場所で景色を眺めておりました。こうしているうちに馬の心臓の鼓動は休まってくる。どうよどうどうよ。馬の首を左に引きましたのはこれが畜生を騙され、横は平らでございます。もっとも横も坂では上がれませんが、左をぎっと見せておいて、どうだ畜生、平らなところ行って楽をしないかと見せてやると、畜生、なんだ平らなところがあるんだ、あそこ行きゃ楽ができると、自分自身が行く気になったところをほいはほいは二つ三つも見出すから、どうよ。間垣平九郎は馬をだましだまし、右と左にはいはっはいはっパパパパパパッパパパパパパッと斜めに上がってまいりまするから、一度あれあれ乗る乗ると見ているうちに、もう四五段というところで、はいパーンと山上の人となり、姿は見えなくなりました。
大将名は言うまでもなく、すまんの見物までが、とっと時の声、馬からひらりと飛び降りた平九郎、畜生の花蔵を撫でて、ああよく乗せたぞと褒めてやると馬も感心をし、旦那のやりくりにも恐れ入りましたと馬の方でも感心をしております。馬の手入れを済ませまして、己もうがい長寿に身を清め、正面の拝殿に進みましたご本尊は将軍地蔵菩薩、神仏金光のお姿でございます。地蔵様が鎧を召してござるお姿などというものは珍しいもの。まず正面にぬかづき、やひらでを打ちました。なん将軍地蔵菩薩、王御のまなじりを垂れさせたまい、お犬がわくば今日の役目、無事死亡せまするよう、かごなしたびたまえと祈願を込め、右手の梅園に来たれば、源平の梅花は、南市南昌今が見ごろ、将軍へ献上のんめ、まず枝折りの良さそうなところを、プスッと二枝を切り落とし、白紙を持って根元を巻き、襟元にこれを刺して、うふん、こうやって梅の枝を倒り、エビラに見せたわ。梶原源田景末、彼は坂東一の若武者なれど、我は無くつけき田舎武士、されど今日一日は梶原源田景末なりと、一人で梶原を気取り、畜生、これからが命がけ、登るに安く下るに堅し、しっかり頼むぞ。はい。で、と坂の折り口まで出てまいりました。馬は下を見ると驚いて、旦那逆さまになる、これは逆さまになるに違いない。なかなか降りようともいたしませんが、はるかにこれをご覧でられたる将軍家は、あれ危ないぞ危ないぞ、かかる天下の名人所相に怪我過ちがあってはならん、女坂を降りろ、女坂を降りろとおっしゃるが、それは坂の上には何事か聞こえません。ただ扇を持って差し招くがごとくに見えましたから、はは、早とこ降りよとのご情なるかと平九郎、弓矢の神も守らせたまい、なお将軍地蔵菩薩守らせたまいと、嫌がる畜生は、はい、どうぞ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 、夜な踏みを踏ん張って手綱が切れるか、馬の口が裂けるかというほど引き絞る。どうよどうよ、ほいほほい、わんかに手綱を緩めまする、とその呼吸で馬がポッポッポッと千鳥に踏んで坂をドイッドイッと降りてまいります。乗ってる人よりも下で見ている連中が、なんだい君、どうも妙な手つきをしたねけれども、落っこってきたって受けられやしないじゃないか、やっぱり人情だよと、いずれも脇の下から冷たい汗を流して見ていると、もうあと25、6段というところ、よく話した。なんとか話はつくだろう。相手はたかが旅屋の親父だ。まあ安心しなさい。なんとかじゃ安心もできませんわ。事態の下がった分を月々くださるとおっしゃったもんだから、安子にはピアノを買ってやる約束をしましたし、君代には家庭教師をつける算段をしてるんでございますよ。家庭教師なんかいらんよ。それが君代にはいるんでございますよ。大変な出来の悪さなんでございますよ。父さん、あんまりひどいやひどいや。なんだい君を、何がひどいんだい。なんだい、純ちゃんにあんないい模型を教えてやって、僕に黙ってるのにひどいや。どうしたんだよ。大変よ君よ、くのぼりつく。服屋さんの善ちゃんがお店のニューヨットをモデルにして、素
素晴らしい模型をこさえて出品したんですって。おかげでノロマだって君よくんが組中でボロクソにやられたんです。そうかい。うん、分かった。いや油断のならんことだ。設計を盗まれたか、あの時。じゃあ、あなたが教えたんじゃございませんの？教えやせんよ。いや、親父というせがれという油断のならん一家だ。よしよし、お父さん悪かった。今度な、新しい形の船が来たらな、早速こしらえてやるからな。何、負けてるもんか。だからもう安心して今夜お休み。きっとね。ああ、きっとだ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。本当に困ったもんですわ。何をやっても福屋さんの息子さんにはかなわないんですからね。いいのは体操だけ。それは残念だな。そんなこと言ったって無理だわ。向こうにはとってもすごい家庭教師がついてるんです。それはデマだろう。そんな様子は見えんよ。若い番頭さんがいるでしょ。すらりとした美男子の。うん、いるいるいる。お前目が早いな。あれがつまり家庭教師なのよ。あれがね。あれで高等商業出てるのよ。語学も達者だし、それの中教員の選手だったんですって。お前よく知ってるな。だって絹子さんから聞いたんですもの。桃園続きの方で福屋さんから学士を出したんですって。なるほどね。いや、ただの番頭じゃないと思ってた。そうか、それで息子の成績がいいんだね。そうよ。どうだい、そのことあの男をうちの婿にしてしまっちゃいかんか。なあ房子、お前どう思う？さああの男をうちのものにすれば店は任せられる、君用の家庭教師ができるというわけだ。そりゃいい思いつきですわ、うん、ねえ安子ちゃん、どう？どうって人事じゃありませんよ。あなたのお婿さんにしようって言うんですよ。ああそうか、私と結婚するわけね。のんきなやつだな。そうだよ。どうだ？そうね、悪いやんじゃないけど。でも福屋のご主人がなんていうか、そんな大事な番頭さんを。うん、それだがね。何、あの親父よくでつる手もあるよ。まあ私に任せなさい。でもね、お父様、あんまりみっともなく頼むのおやめなさいね、うん、私の方は別にそう慌ててないんですから。慌てなさいよ。はい。じゃあ、あの演奏会が済んだら本格的に立候補するわね。それまで練習の方が大事よ。じゃあおやすみなさい、うん、おやすみ。どういうんでございましょう。嬉しいんじゃないんでしょうか。多分嬉しいんだろう。いや、マックするとこれで君はの成績も良くなるというわけだ。なんだ。モーターボートよ。何、モーターボート？ダメよ、顔出しちゃう。はいよ。モーターボートが。いらっしゃいませ。いや、お父さんは。また大久保彦左衛門に会いに行きましたわ。おほう、大久保さんにね。じゃあごめん。失礼いたしました。じゃあごめん。
さようでございます。は、少々お待ちくださいませ。お父さん、地主の向井さんからお電話よ。もしモーターボートがいるから小さい声で話してね。はいはい。あ、狭いログウェイでございます。いや、どうもその後はご無沙汰。はいはいはい。おただいま立て込んでおりますので、晩方さんでもお伺いいたします。じゃあごめんください。コード読んでくれ。ちょっとコード。はい。お、いないじゃないか。あの、何か、うん、地主から呼び出されたよ。なんて言ってました。同棲時代のことだろうがな。俺は談判は苦手なんだ。病気にでもなるからお前来てくれないか。さあなあ、頼むよ。お前に勧誘んだ。頼まれておあげなさいよ。普段理屈ばかりで、こんな時役立てなきゃ意味ないわ。来ますよ。行きゃいいんでしょ。何もそんな噛みつきそうな顔しなくたっていいじゃないの。怒ってはことをし損じる。わかって。さあこれ集まってらっしゃい。じゃあ頼んだよ。これ。この方いいと思うんだけど。これ。これ。見えたか。お通し申し上げといて。はい。写真はともかく皆さんれっきとした方々なんだから、一応は目を通しておきなさい。けしからん。お待たせしました。ご主人は。花形失礼でございますが、主人休養のため代理といたしまして参上いたしました。あしからずどうぞ。あ、ご苦労様。どうぞおかげ。あ、失礼します。世間様なんてとにかく口うるさくできてるんだから、何を言い出すか分からしないよ。あんたほどの立派な娘さんがいつまでも一人でいるなんて、あれはきっと訳があるんだろうなんて、何を言い出すか分からしない。ごもっと。主人は別といたしまして、私一個の極めて客観的な考え方をいたしますと、もちろんただいまの価格が普遍的でないということは僭越ながら私にも推察できるところでございます。しかしながらごもっと。お話し中、甚だ失礼ですけど、ちょっとごめんをこもります。どうぞ。ちょっと来てみてくれ。相当の大問題。文子、これを逃したらもう二度と良縁はないもんとね。さあ、おいで。お待たせしました。しかしながらまででしたな。その先のご趣旨は。趣旨というほどのことではございませんが、ここに、後藤家の
ご先代様の書き残されましたご証文がございます。念のため審議のほどお改め願います。確かに父の筆当家の実印にそう言われません。主人はともあれ、私といたしましてこのようなものを引き合いに出しますのはどうかと思うのであります。また専門外のことでございますから、これが法律的にいかような効力があるかは存じませんが、しかし人間的に申しまして、ご先祖なりましてお父上の周囲に沿うということは一つの美徳ではないかと存ずるのであります。ごもっともごもっとも、ちょっと失礼します。どうだ、気に入ったか。お父さんは、わしは敵ながらあっぱれだと思っとる。じゃあ問題ないじゃないの。あなた、あの子が白い歯を見せたのは初めてですよ。よしよし、引き受けた。あのメロンでも差し上げた。では一つ行きましょう。お父さん。お父さんはないでしょう。そうしゃあないで。やぶから棒で何と返事をしていいか分かりませんが、そんなにお嬢さんはお気に召したんですか。いや、メスどころがもう大変な騒ぎ。親バカと申しますか、苦労人のあなたのお前でこんなことを申し上げるのもなんですけれども、あんまり娘が不憫なんでお願い申す次第なんでございます。お示しはありがたく存じますが、何しろ私の店にとりましてもあれは大事な男でございましてな。ここもっともっともっと、その代わりですな、交換条件というと話が汚くなりますけれども、これをご縁に時代の方も元のままということにして一つ手を打ってもらいたい。時代は時代としまして、いかに番頭とは申しながら私の一存で早急にお返事をするということが、ごもっとごもっと。しかしこういう話はですな、あなたのご一存が大切なんでして、御とさえその気ならばそういう段取りになるわけなんだから、まあ一つ娘はかわいそうだと思ってお願いしますよ。さあさあ、まあ、そう。とにかく本人の意向を正してみましょう。お願いします。何分にもどうも天にも地にもたった一人の娘でしてな、まあ大げさに言えば死に行きの問題ですから。いや、お察しはしますよ。どこの親でも子には泣かされますよ。そうですよ。もっともまあね、泣くことがあるから楽しむこともあるんで、たまにはその楽しむ方をな味合わせてもらえませんとな。いずれにしても本人に、意向を確かめてみましょう。くどいようですが、時代の方は元のままということにして、ね。ダメですね、お嬢さん。あなた一体何年このうちのご飯を食べてるんです。生まれた時からよ。分かってるじゃないの。プロはこういうふうにやってもらいたいですね。ほら、素早く落ち着いて。あなたのはまるで生徒はことを損じるって言いたいんでしょ。分かってるわよ。分かってるなら分かってるようにしたらいいじゃありませんか。それをやらないのはあまり利口じゃないってことですね。言い過ぎやしない、バントのくせに。あなたは大体男のくせに細かすぎるわよ。男ってね、もっとぼやっとしてなきゃ偉さがないものなのよ。お嬢さんこそ言い過ぎやしませんか。僕が注意しなきゃ、今夜一晩中かかったって一足だって満足できやしませんよ。大げさ言ってるわね。ここにちゃんとできてるじゃないの。これじゃ商売になりませんよ。うるさいわね。あんたは人のあらを拾いすぎるわよ。人に注意するならもっと親切に言うものよ。あんたのあら拾いよ。シュート根性って言うのよ、そんなの。私だって神様でない限りあら拾われたら立つ手がないわよ。どうしたんだ。
工事のやつ出しちゃってちょうだい。またやったのか。いくら遠縁だからってあんな生意気な番頭ってあるしな。お父さんがいけないのよ。お父さんが甘やかすから突き上がるんだわ。そうか、そんな生意気か。ええー、生意気ですって。だっ嫌い。そんなに嫌いか。ええー、嫌いですって。見るのも嫌。そうか、よしよし、お父さんがこのと言ってやる。安心しろ。うん、東京生ってやってね。よしよし。あんたの言い分もわかるよ。まあ分かっての上の話なんだから。じゃあ旦那さんは行けとおっしゃるんですね。それはお前を手放すのは惜しいよ。でも出世の糸口なんだから、万歳万歳で送り出してやりたいところだ。そうですか。じゃあ僕に何か不足があるというわけじゃないでしょうね。冗談よな。そんな変な風に気を回すなよ。善ちゃんにももっと学校のことを教えてあげたいと思ってるんですが。それなんだ。実は一番残念なのは。しかしまあいいさ。お嬢さんのご意見はどうなんでしょう。奴だって無論喜ぶさ。お前が出世するんだもの。そうですか。よく考えてみます。ああ考えな考えな、恥じゃないよ。じゃあ失礼します。手我慢してんじゃないの。ダメよ、風邪ひいちゃ。はい。キミヤ、クラブ歯磨き持ってきてよ。はい。寒かったか。いいえ別に。耳たぶは痛そうだね。うまそうだな。買っていこうか。お汁粉の方がいいわよ。いらっしゃい。お汁粉。はい。中2つね。はい。お返ししないの。いや返すよそのうちに。安心しなよ。何。お前のご希望通りにことが運びそうだよ。何、うん、工事のやつだがね、実を言う上向井さんから向こうに欲しいと言って懇望されたんだよ。向井さんの。お待ちどうさま。それでコードンどうしたの。やろう、考えます考えますの一点張りだが、私は嫌もなしに進めておいたよ。まあそうしたら。うん、私も惜しい男だと思うんだが、お前とこう仲が悪くちゃ先が思いやられるんでな。これでも随分骨折って口説いたよ。そうしたら。よく大体その気になったらしいんだ。まだはっきりしないがね。お前からもよく勧めるんだな。そりゃよかったわね。うん、よかったよかった。寒いとよく鼻水が出るな。もう食べないのかい。もうたくさん。ねえお父さん、せっかくだけど私にお先失礼するわ。惜しいな、今日の寄席いい顔ぶれが揃ってるんだがな。すみません、お父さんだけで行ってらっしゃいよ。ね、僕にせくんだね。ええー、
ちょっとよう思い出したの。ずうずうしいわね。よくまあ平気でご飯が食べられるわね。人間並みに。お嬢さんは病気にさせておいて平気なのかしら。同感なのよ。そうよ。腹が黒いのよ。おい、おきぬ。おきぬ。返事だけしろよ。お医者呼ぼうか。おい、なんとか返事だけでもしろよ。いるのかいないのか。いますわよ。あっち行っててちょうだい。おお、いたのか。いるんだったら、顔だけでも拝ましてくれよ。おきぬ。おい、おきぬ、その羽織なんだ、どうでもいいんだよ。こっち出てこい。おい、おきぬ、まあ、ともかく出てこい。どうしても開けないか。開けなきゃ叩くかもしれない。まず。
珍しいですね、お嬢さん。ええ、ちょっとこっちに用事があったもんで。何です？お嬢さん、どっか組織番ですか？冗談言ってるわ。今日私たちの音楽会よ。あそこにポスター貼ってもらったじゃないの。ああ、そうそう、今日でしたっけね。そう、お隣のきぬこさんもお誘いしようと思って。お隣のきぬこさんはお方ダメでしょ。どうして？ここ2日ばかりご自分の部屋引きこもったまま、誰もそば許すくらいだそうですよ。まあ、籠城してるの。ええ。原因は何なの？女中さんからの情報によると、コードンが向こうにやられるんで、それを悲観してるらしいんですね。まあ、きぬこさんそんなにお好きだったの。それは好きだったんですよ。現に、あ、そうそう、こんなものがきぬこさんの窓の下に落ちたんですがね。よっぽど悔しかったと見えるわね。そりゃ悔しかったでしょう。言っても知らなかったわ。じゃあ私行って謝ってくるわ。お嬢さんが言ったってしょうがありませんよ。だってあの番頭さん、私にとこの子さんに来るんですわ。冗談でしょ。何言ってんです。コードンは地主の向井さんのところに呪われていくんですよ。あら、私じゃなかったの。バカにしてるわ。向井さんですよ。そう？きぬこさんかわいそうね。かわいそうですよ。お友達がいに何とかしてあげたらいいでしょう。そうね。あ、ちょうどいいわ。嫌がおうでも私たちの演奏会に連れ出すわよ。そうしてあげなさい。その間に私は私で手を考えますよ。コードンだって本当はおきぬさんが好きなんですからね。女は女同士、男は男同士、お互いに友達のために尽くしましょう。そうね。じゃあ行っていっぱい出してくるわ。だね、しっかりしなさい。お姫様はお姫様らしく、いつもの調子でテキパキなさいよ。でも違うわよ、他のことと。あなた当事者になってごらんなさい。なかなか言えないものよ。それがいけないのよ。私だって一時は当事者だったわよ。あなたの気持ちが分かんなきゃ、私とんだ敵役に回るとこだったわ。あなただったらまだ諦めがつくわ。もうそんなこと一個なし。ねえ、あなたが好きで、コードンが好きで、それで結婚しないなんて大変に嘘つきになることよ。私そんな正直な人大嫌いだわ。グツグツしてると本当に私の婿さんにしちゃうわよ。まあとにかく今日私の言うことを聞いて、私の音楽家いらっしゃいよ。ね、ちょっと落ち着けばすぐに分かることなんだから。さあ行きましょうよ。やっぱりお隣の村瀬さんが言う通りに、お嬢様がお帰りになる前に旦那様に一切申し上げた方がいいと思うんだけどな。ああ、それがいいわ。ねえ、君は頼むわよ。何をしとるんだ、ね、こんなとこで。おい、来て。実は、お嬢様のことで。お絹のことで。お絹はどうしたんだ。実はそのあの実はあの実はどうしたんだい。はその実は俺お隣の村瀬さんが言う通りに、実はThank you.
ところじゃどれがうちの娘の声だか分かりませんね。それは分からんすよ。これなら高いお金出してピアノ買ってやってもつまりませんわ。そんなケチなことを言いなさんな。旦那様、福屋さんのご主人がお見えでございます。福屋さん、おお、それは珍しい。すぐこっち落としました。はい。向こうから来ると驚いたな。何名誉があんのかな。何でもよござんす。時代なんかどうだっていいんです。娘の縁談のこと、しっかり話してくださいまし。よしよし。どうも、突然出ましてすいませんでした。どういたしまして。ようこそお出かけ。どうぞ。いつもかけ違いまして。いや、私の方はかけ違いませんよ。いや、どうも、恐れ入りますさあ、どうぞ。実はお願いがございましてな。おう、それはまた。来月のしくじりをやってしまいまして、どうにもしようがないものですから、一つあなたのお助けを願おうと思ってまいりました。ほうほう。実は地主の向井さん、うちの番頭をぜひ向こうに欲しいとおっしゃるので、実は差し上げるお約束をいたしましてな。そりゃ困りますわ。あの番頭さんは実はうちでも安子の向こうに頂きに回るつもりだったんですよ。へえ、お宅でも。はあ。そりゃ驚きましたね。ところが娘のやつ、番頭のことを死ぬほど思ってやがったんです。それに気づかなかった私も大バカ野郎ですが、隠してやがった娘のやつもひどいやつで。私の前だね。嫌いだ嫌いだって言ってやがったんです。そうですか。それは困りましたわね。困りました、まったく。いえ、私がですよ、困るのは。そのお話はご勘弁願いまして。私はそんなこと知らないもんですから、いい塩梅に追っ払うつもりで向井さんにお約束してしまったんです。ところが驚くじゃありませんか、娘のやつ、蔵の中へ入ったっぱなしで、産んだとも潰れたとも言わないんです、まあ、どれも寄せつけないんです。すると今日お宅のお嬢様が無理やりには連れ出してくだすって、その後で店員の言いますよね。つまりその番頭と一緒にしなかったらお嬢さんの命は保ちますまいな、そんなことを言い出してきたんですよ。まあ、うん、なるほどね。さあ、そうなると向井さんの方へ何とお断りをしたらよいか皆目見当がつかなくなってしまいます。そこで思い出したのがこちら様で、幸い娘とこちらのお嬢様とは仲良くしていただいておりますから、いわば親友、幼馴染、そのお父様のあなたから何とか具合よく向井さんにお話が願えないでしょうか。いや、そりゃどうも。そんな冷たいことを知らないで。冷たいのはあなたの方じゃありませんか。いくら足を運んでも門前払いを送る足になるし。いや、謝ります。私が悪うございました。今までのことは一切お水に流していただけないでしょうか。ねえ奥様、女の心持ちは奥様にはよくお分かりでございましょう。どうか娘を助けてやってくださいましよ。そうおっしゃられると絹子さんも気の毒ですわね。西川さん、奥様もこうおっしゃってくださるんです。どうかお察しくださいまし。弱りましたね。それは行けとおっしゃれば参らぬこともありませんが、しかし手ぶらの握りっこぶしで参るわけには。いや、それは分かっております。ではこうしましょう。私の時代をうんと上げて、隣同士恨みっこなしに同じ値段にいたしましょうよ。いや、それほどまでにね、していただかなくても。ではそういう条件で交渉してまいりましょう。手金同士は仲良し、娘同士も仲良し、こうなると勢い残念ながら私たちも友達同士になりましょうや。仕方がないな、房子。そうでございますわ。じゃあまあ一つ憎まれ役になりますか。そうですか、ありがとうございます。やれやれ、まあそれで安心しましたよ。こんなもう辛い思いしたことは生まれて初めてですよ。あら、これは別な話ですが、
お店の方へ新しい方の船は来ませんか。せがれが待ってるんですがね。冗談言っちゃいけませんよ。今度は私の子供の番ですよ。あんたあんまり欲張っちゃいけませんよ。いや、どうもすみません。そう、こうなったらうかうかしてはいられない。さよなら。覚悟しろ。まあ、入れ入れ、入れ。まあ、座れ。おきぬ、お前くらい手数のかかるやつはないぞ。なんてやつだ。嫌いだ嫌いだって。お父さんは本当に嫌いだと思って安心してたろ。とんでもないやつだ。あんまりデタラメなこと言うんじゃないぞ。だってお父さんが早飲み込みするからいけないのよ。何？だいたいお父様は子供に親切じゃないわ。ちっとも私たちより時代の方が大切なんだわ。今になって何という大それたことを抜かすやつだ。時代などはどうでもいい。だってそうじゃないの。ああ、うるさいうるさい。お前もまた男のくせに何というはっきりしないやつだ。お絹が少しでも好きだったらあの縁談の時になぜ断らなかったんだ。僕はお嬢さんに嫌われてると思ったもんですから。いつ誰が嫌ったこと。いや、そう思ったんです。下手な考えしないで。ちょうどこれこれ、また喧嘩か。おきぬ、お前の態度も良くなかった。あれでは女の中へ入らんぞ。改めて浩二に謝りなさい。嫌よ。嫌だ。嫌なら浩二に出てってもらおう。そんな無茶な話ってないわ。そんなら謝れ。まあ、二人とも安心しろ。向井さんの方は丸く収まるはずだ。年が明けたらば早速式を挙げることにしよう。二人ともにそのつもりでな。さあ、みんなに気持ちよく年を越してもらおうか。いただきます。ねえ、あの金どうして百八つか知ってるかい。どうして。俺も知らねえんだよ。ほら、この一年苦労してきただろ。その役払いだよ。役払い。うん、役払いだよ。お互いに四苦八苦苦しんできただろ。四苦三十六、八苦七十二、そうやってごらん。四苦三十六、八苦七十二。あ、本当だ。ちょうど百八つなら。ああ、なるほどな。伊助さん、これで伊達に年取ってんじゃないんだね。やっぱし、年は取ってみるんだね。うん、やっぱり、このくらいになんなきゃいけないんだな。そういうふうにね。ずいぶん積もったわね。